ウルビーノ公、グイドバルドダ・モンテフェルトロ、ラファエロが、ウルビーノ公爵夫人エリザベッタ・ゴンザーが、ラファエロが、リンゴを持つ青年は、正規ルネサンスのイタリアの巨匠、ラファエロ・サンツィオが1504年に制作した絵画である。油彩。ラファエロの初期の肖像画の一つで、ウルビーノ公爵家のコレクションに由来し、後に、メディチ家のコレクションに加わった。一説によると、 ローマ教皇ユリウス2世の老いで、ウルビーノ皇、グイドバルド・ダ・モンテ・フェルトロの養子となった、フランチェスコ・マリア一世、デッダ・ローベレオへ描いたものと考えられている。もともとは、フランチェスコ・フランチャの作品と考えられていたが、20世紀、初頭に美術史家、ゲオルク・グロナウによって、ラファエロに帰属されて、以来、ラファエロの作品として、ほぼ異論なく、認められている。 現在はフィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。本作品はなだらかに広がる風景を前に4分の3正面で描かれた青年の半身像である。彼は頭に赤いベレー帽をかぶり、白いシャツとウールのベストの上にロボーネと呼ばれる16世紀に流行した上着を着込んでいる。ロボーネは金の格子模様が施され、天の毛皮が裏打ちされている。 青年の目はやや突き出て、鼻は細くまっすぐであり、唇は薄く、顎にはくぼみがあり、鋭さのある顔つきは長くまっすぐな黒髪で縁取られている。またその表情は穏やかでありながら、深く強烈な視線を鑑賞者の側に向けて投げかけている。しかし鑑賞者と直接視線を合わせることを避けるかのようにわずかに横に反らせている。その瞳にはハイライトが入っている。 描かれた人物が誰であるかについては、絵画がメディチ家にもたらされた時にはすでにわからなくなっていた。有力な説の一つは後にウルビーノ子となる、当時14歳のフランチェスコ・マリーア一世、デッダ・ローベレを描いたとするものである。この人物は、ウルビーノ子グイドバルドの姉・ジョバン・ナダ・モンテフェルトロと、セニガリア領主・ジョバン・ニ・デッダ・ローベレの息子で、おじにあたるジュリアーノ・デッダ・ローベレが、 ローマ教皇ユリウス二世として即位すると、教皇の強い意向で、グイドバルドとエリザベッタ・ゴンザーガの養子となり、1504年9月15にウルビーノ広告の後継者として指名された。肖像画はおそらくこの時に制作された。であるならば、青年が手にした黄金のリンゴはこの出来事を象徴するかもしれない。一方、リーツマニアルイーザ・ベケルッチなどの一部の研究者は、 グイドバルドの肖像画と考えている。本作品に見る人物像のデッサンや色彩表現はラファエロが修行時代にウルビーノで学んだ表現に依拠しつつフィレンツェ絵画の洗練された表現を取り込んでいたフィレンツェに移って間もない頃の様式を明確に示している。それは同時にグイドバルドとエリザベッタ・ゴンザーガの肖像画に見る厳粛な 正面像からより複雑な人物像への発展を示している。額縁。絵画はウルビーの公爵のコレクションに含まれており、1631年のインベントリに記録された。この年にデッラ・ローベレ家の最後の子孫で遺産の相続者であったビットリア・デッラ・ローベレがトスカーナ大公フェルディナンド2世デメディチと結婚したことで絵画は、 メディチ家にもたらされたと考えられている。その後、フィレンツェのすぐ南のアルチェトリにあったメディチ家の別荘、ビラ、デルポッチョ・インペリアーレのインベントリに記載されたが、制作者の名前は記されていない。1793年から1928年まで、ピッティ宮殿に所蔵されたが、ナポレオン・ボナパルトから逃れるために一時的にパレルモに移された。ありがとうございます。